て何まで、あ、ちょっと見て、お、見えてないな、これほぼや。よっしゃ、 OK、 やっていきましょうかね。今日もやっていきましょう。はい、さん、こんにちは、アトマンデコッペンプロソロバンプレイスです。ね、ということで今回ですけども、グミ食べながらね、フラッシャーでやっていきたいと思います。バラ、うん、まあ、セツコありがとうな。ちょっと待って、また今日音量が大丈夫かどうか確認するんでちょっと待ってくださいね。いや、お待たせして申し訳ございませんね。皆さん見えてますか ?253 人の皆さん。お、こわさん、ブーブー、美味しいな。はい、タップタップ。みんなタップよろしく頼む。今日も今日とて23時半から、こわさん、ブーブー、美味しいな。こわさん、ブーブー、美味しいな。グミ食べながら、行きやーす。うん。おい、今、いらんからな。あれで、うん。後でね。おい、こわさん、アイスクリームうめえな。うん。後での決戦に備えておいてくれ、みんな。もう、ほんまね。今日めっちゃ忙しい、もうめっちゃバタバタで、もうね、時間遅くなってごめんな。はい、いつだよ509か。あいつな、あいつ平気で遅刻するのに俺、あー間違えた、俺全然時間守るからね、普通に。今何時かな、うわ、20、今日はいつもより急ぎだよ。うん、7551、お、1100人、みんな早く集まってくれてありがとうな。おう、毎日なアオリーナと対決するんで。やべえ、うわ、パソコンがフリーズした。うわ、最初からやったパソコンもなんか疲れてるわ俺の計算スピードにパソコンが追いついてこなかった。うん、 OK、 1200人、かかってこい。立ててる、95か。うん、疲れてきた。うん、合流したよ早く。今日も11時半から憎たらしい女と対決するから、みんな頼む、応援してくれ。あと1問で合格。にゃん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 、ありがとう郷長さん。うん、あと真ん中パン余裕ですから、駆け足でいきましょう。手震わした方がね、やりやすいよね。ボリューム15になってるか。はい、アイラビュー歌いながらいっか。もうほんまバタバタしててね、はぁ、あ、しんどい。今日はね、ボケる時間がちょっとないかもしれない。はい、まだアオリーナ来てないな。あいつ来るの早いね、毎回。27分か。じゃあみんなこれやってみてね。 1×1 です。1桁×1桁。うん、こいつ倒したいよな。うん、で俺は23ですね。あ、間違えた。うん、今日のおにゃんにゃんにゃん、ありがとう。今日のライブ一回も勝てなかったら、あいつとのコラボ明日やらないことにします。いいですか皆さん。俺が一回でも勝てたら、あいつのライブ継続です。いいですか。はい、こっからちょ、 I love you 歌いながらいきましょうなんだなまして、いきますよ。はい、いきますよ。うん、いきましょう。I love you、 今だけは悲しい歌、聞きたくないよ。 I love you、 逃れたどり着いたこの部屋、何もかも許された恋じゃないから、二人はまるで捨て猫みたい。へこいたん。お変な音出すなお前。この部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたい。だからお前は子猫のような鳴き声で、うーきしむべー、おきしむ前になんか来た。きしむベッドの上で、優しさを持ちよりきつく体抱きしめ合えば、やばい。それからまた二人は
目を閉じるよ悲しい歌に愛が開けてバラありがとう、うん、はい、次ワリさん行きます。あいつほんまちょうどぐらいに来るのよな。あいつほんまちょうどぐらいに、もう空気読めやと思うよ毎回ね、うん、じゃあ1分で行こうか。1分で20問ぐらい。コラボイヤーまだ来てないな。大丈夫な。あ、ちょっと見とってくれへん。あ、ありがとう。来たよって。今何人よ。1300人か。まあ1300人もいたらあいつはもうコテンパンだ。よろしく頼むわ。あいつほんまムカつくからな。あみさん。50問を目標に頑張ります。きついぞこれマジで。来てないな、まだ。見てる？こっちの画面にしか表示されへんねん。はあ、めちゃくちゃ忙しい。はあ、まあ問題は簡単ないけど。あ、もう行ってるな。はい、 OK、 はい、50問正解や。さあ、アオリーナが来るまで読み上げ算でもやろうかなっつってな。いや、ほんまにあいつ。よーじゃあ、1300人の諸君、今日も俺に力を分けてくれ。フラッシュアンドでしょっか。すぐ終わるし、20秒で。来たー、来たぞあいつ。こんな感じで来るんや。行きまーす。あ、よろしくお願いします。お前誰？いや、オリーナだけど、毎日やってるけど、そろそろ覚えて。アオリイカじゃないですか？イカじゃないし。あ、そうっすか。なんかさっきまであのイケメンとコラボしてませんでした？お前浮気しとんねんよ、こら。いやいや、してないし、浮気でもないし、付き合ってないし。ねえ、また稼ぎに来たんか、俺のところに。なあ、ほんで視聴者奪いに来たんか。何人じゃ、今言うてみろ。今140人だけど。ブー、俺1400人ちょうど10倍。うん、ま、昨日より少ないやないかい。俺今日忙しすぎてな、23時25分ぐらいにライブ始めたんじゃ。ほんま忙しくてな。いや、俺暇ちゃうねん、ガチやねん。今日仕事してたん？何してたんや？あ、私、うん、あ、私も今日仕事してたよ。何時から何時までか言うてみろ。え、今日午後ですね、夕方ですね。一緒やん。俺4時から8時ぐらいまで仕事をして、そろばん教室のね。で、そっから友達と9時半からくら寿司で飯食ってて、で、さっき帰ってきて、今。くら寿司挟んどるやん。ええやんけ。くら寿司でイカは今日食わんかったわ。肉焼いてやからね、お前は。あれ？印刷したやつどこ行ったっけ？あれ、ちょっと待ってな。俺が何食うたか当ててみろ、お前。サーモン。何？サーモン。サーモン？食ってねえわ、お前。ふざけんなよ。すんませんね。今日は俺の友達が応援してきてくれてる。女子いるのよ。女子いる。お前、マネージャーおらんやろ。なあ、ぼっちか？寂しい夜やな。心の穴俺が埋めてやるわ。なあ、いつも一人やろ。いらないわ。これ美味しそうやろ。何食べたと思う、これ。私に見せるために写真撮ってるやないかい。当たり前やないか、お前。普段こういう美味しいの食べられてないやろ、お前。なあ。今度俺の友達とお前の友達と4人でくら寿司行くか。なあ、行かないわ。行かないんかい。これマグロやろ、これサーモンやろ、これ何か当ててみろ、お前。それ何か当ててみろ。待って、ずるいずるい。え、ずるくね。5、4、3、たらこ、たらこ、明太子、明太子。天才か。どっちや、たらこか明太子か、どっちや。明太子。ふぅ、たらこですけど。はぁ、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 えぐいで、ね、キャピー。俺の勝ちだ。そして、まだバトル始まってないし。ああ、まあちょっと聞けや。バトル始める前に、俺昨日全敗したよな。
なあ、残念なことで全敗しました。そして俺、視聴者のみんなに言っておきたい。俺が全敗した翌日の配信、俺はオリイカとコラボしないかもしれないけどね。えんやな、俺が全敗したら。なるほど。ああ、それでこっちのリスナーを応援させる。当たり前じゃ。そういう作戦は。ずっと負けっぱなしだったら思んないやろ。みんな本当にどう思いますか、こういう大人。おい、お前視聴者何人か言うてみろ、お前。なあ。172人だけど。172人、俺2400人、5分前に始めたのに。なんで、ね、なんでそんな1分ぐらい増えてんねん。かしやろ。俺が面白いやつやからや。よろしく頼むぞ。勝負してきよ、お前。面白いとこあった。面白いとこなかったけどね。俺の存在そのものが面白いんじゃ、これ。増えてるの、まあ、増えてる。君の変顔の方が面白いけどな。マジマジ何これ、どこで習ってきた、お前天才、天狗クリニック行ってきたの、本当に天才なの。みんなタップお願いします、マジでお願いします、みんな頼むわ。俺この試合で負けたら明日こいつとコラボできないことになってるんだ、頼むわ。あ、みんな応援して。あ、もうカマキリになっちまうから、俺もうカマキリになったらどうすんだお前。なあ、ふざけんなよマジで。頼むわ。じゃあみさーん、みんなバラ、みんな肌毛バラ、うん、まあ、まあ、ありがとう。うん、高谷バラ、うん、まあ、ポンポンガーガーガーを広めてさ、ね。ムヌンさんいる、ムヌンさん。ムヌンさんね、来てないから、やばい。なんやこのキャラは。ムヌンさんいたもんね。ムヌンさん。ムヌンさんと一緒に旅行行ったよね、みんな。またトラベルしやがって、お前ふざけんなよ。なトラベルしやがって。何のやつと GoTo トラベル行ってんのよ、お前ふざけんなよ、マジで。はさっき星から星 A も宇宙旅行もしましたけど、ムヌンさんから。この野郎、そしたらムヌンさんがやばい、うん、夜の分のチャージないかも。おいや、ふざけんなって言っといてあげてください。ふざけんな、ね、それは勘弁してくださいって言ったけど。いや、ほんまありがとうな。あ、そこはもう良きライバルとしてよろしく頼む。あと、おい、ちょっと聞け。おい、これなんやお前、これなんか可愛いな、これなあ。おい、ちょ、聞くからちょっとよく聞け、ちゃんと答えてくれ。お、かわいい。何やそれ。ちなみに、そのキャラクターなんつうねん。何やそのキャラクター。答えろ。お、ルイジさん、中山きんに君です。なんて言うねん、それ。8割、8割。8割って言うの？へぇ。興味ないわ。ほんで、今日から画面タップでラブリーナビーム、1000本以上投げてくれた方にランダムで、ね、魔法かけるサービス始めます。さっき魔法かけてました。どういう魔法か言うとけ。どういう魔法やねん。それはちょっと。あ、ちょっと待って、冷たれ、冷たれ。あ、じゃあお前魔法どうでもいいわ、スペシャル、ここ 3,950 コインのポイント必要なんで頼む。おい、バラとかじゃ足りへんから 3,950 コイン言ってくれたら、ここマジでマジで2倍のリストになるので、よろしく頼む。みんな本当にあと10秒しかない、ここで 4,000 コインぐらいだとガーン言ったら君ら天才になれるか、頼む頼む。2倍ったら2倍、はい、変なおじさんだから、変なおじさん。なんだおい、完了できんかったやけど、お前ふざけんなよ。お前のせいちゃう、これスピチャレおかしいでしょ、高すぎでしょ。高すぎた原爆やったな。おい、スピチャレ失敗したな、2人、お2人と、いや、噛んだ、ごめん、2人とも失敗したな、お前。疲れてるやろ、俺。すまんだ、噛みすぎて。なあ。ふざけんなっつってんだよ。元気か？アンドレアハートありがとう。いや、本当にごめん、さっきの続き、魔法ってなんなん、魔法って。なんなん、魔法って。いや、なんか、おい、ひげやめろ。魔法今日もかけてくれんのか？え？ちょっと、あのね、ああ、魔法を全員にかけてると大変な時間になってしまうっていうのが分かったから。あはん。じゃあ、1位の人だけにかけようかな。あ、じゃあ、この戦いで、まあ、勝とうが負けようが1位の人には魔法をかけてくれるんや。君は。かけようかな。はい、はい、はい。そうなんや。ポーポーありがとう。眠り、眠りやん。寝てないやん。寝てないやん、デナピオ。パプリカちゃん、パプリカじゃないよ。あ、じゃあ見ろこれ。これようわからんけど。あんまようわからんな、お前な。じゃあ読み上げるから聞いとけ。TikTok で配信してるんですけど、その人に爆投げしてるんで、よかったら顔出してあげてください。え、可愛い女の子大好きらしいんです。プロソロ版プレイヤーっていう TikToker ですって。おい。モデレーターのムヌンさんが、なんかファービーちゃんっていう人の配信に行って、な、俺の配信に来るよう勧誘してくれとった。仕事してるわ、俺のモデレーター。格が違うんだよ。なあ。俺の勝ちなんだよ、今日は。おい、2100人見てるか？俺が1
回でも勝てたら明日、おいヒゲやめろ、おいポンポンやめろ、俺が一回でも勝てたら明日もこのアオリーナかアオリーカか分からんやつとコラボする。ただ一回も勝てなかったらどういうことになるか分かってるよな、分かってるよな、お前ら、あの30秒しかないって言ってるやろ、やばいぞ、やばい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 、おいクッキーモンスターのけろ、クッキーモンスターのけろ、おいおいおい、ポンポンお前やめろ、ヒゲだやめろ、今このタイミングでやめろ、おい3万2000って何、ライオン来てるやつと意味わからんから、ポンポンやめろ、ちょ、お気に入りだ。この状況から入れる保険ってあります？ないっすよね。ガオあ、仲間好きだ、お前黙れ、ドイツありがとう、ふざけんなよお前ら、やったやったありがとう、待って好きすぎやろやばいやばいやばい、エースが来てくれた。誰？まゆぴよさんって方です。知らんわ、誰やねん、送る相手間違いまって、最強エースが来てくれた、やーば、ありがとうございます、うちのライオン知りませんか、今走ってきましたよ目の前コメントおもろすぎる、やばすぎやろ、いやありがとう、ほんまにありがとう、はい、早く感謝しろよお前、あ、感謝します1位、ピオちゃん、ライオンナイス、ありがとうございます、じゃあピオちゃんに魔法かけます、いきます魔法いきます、ラブリーナビーム、明日ピオちゃんが起きたら肌ツルツルで髪の毛もツルツルになる魔法かけちゃうぞ、えい、ありがとうピオちゃん走るなって、ありがとう、本当にありがとうピオちゃん、マジでありがとう、何やその魔法は、2位アンドレア、3位クッキーポーポポお団子、ジャムさん、ルイさん、ペロちゃん、ヒデさん、トンガリコありがとう、みんなありがとうございます、リーナタン、てんてんてん、待って待って、え、ちょっと滑った滑った滑った、聞いてたよ、え、ピオちゃん滑った、私当たり前やろ27264や、お前俺のフラッシュアンダー見とけ、日本一なんで、てん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 、やめてピオちゃん、全力全力全力の魔法なんだけど全力2秒ぐらいで小学生が考えれるやつだね、それそれライオン投げる価値ないね、マジでえ、教育テレビやよな、そうそうそうやばいやばいやばい、嫌われちゃう、お母さんと一緒と同じくらいのクオリティやったあ、じゃあ俺も感謝するから、お前ちょっと喋んなよ。ポーポーポさん、0605、アスカさん、ベイビーロンさん、あやたか、ルイルイ、花毛、タカ、レナナちゃん、タカヤさん、団子さん、みんな、うん、ありがとうございます。おい、このままやったら。はい、はい、はい。なんて、なんて、ごめん、何を守りたいって。先生の魔法見たい。まあ、彼女できない魔法ならここ5年間ぐらいかかりっぱなしやけど閉じ込められとるやん、もうその魔法に。そやで、俺に彼女を作らせてください、皆さん、俺が勝てたら恋が叶う魔法アオリーナにかけてもらいます。何笑ってんねんこれ、若造が肝がられて草って書いてある今日私のリスナーさんから1個出てるんですけど、ああどうしたん、アーニャピーナッツが好きをやってほしいって子がさっきいて、やったよなそれ、やってるけど、あ、やったの、やったんだ、うん、俺スペック高いからもうすでにやってるけど、うん、格違うから、それは失礼いたしました、それは、俺大卒やねん、君ちなみに、え、中卒、高卒、洋卒、あれ Wi-Fi 切れた、もういいから、もういいからって、それダジャレですか、もういいから、いい、ご機嫌いかがですかみたいな、え、イカのダジャレで攻めてこようと思って、イカはしたよな、みんなみんなイカ卒っていうのやめて、イカ卒って何、イカ卒人間やから一応イカは卒業できてるじゃん、天才だよ、褒めてあげるよ、なんで私こんなさ、勝って煽られてるのかちょっとよくわかんないんだ、君なんか選手のランキング見たんだけどさ、ダイヤモンドなんか110万ぐらいもらってたよね、あ、俺計算早いから君の稼ぎは分かっちゃうね、昨日のだからトロフィーとかのあれですね、ああ、だから110万コインだから割る200したらドルが分かるんだよね、
つまり5500ドルで大体130円やからね、1ドルあたりね。計算すな、計算すな。71万5000円ぐらい1週間で稼げてよかったな。1日10万2000円ぐらい稼げて。俺のおかげじゃ感謝しろ。そんなありがたい俺と明日ライブできなくなってもいいのか。1500人の諸君、俺を勝たせたら、また、アオリーナちゃんの可愛い顔が見えるかもしれないんだぞ、お前ら分かってるぞ。みんな行くぞ、絶対勝つぞ。無言で戦い挑んでくんだよ、しょうもない、お前。これは彼女できにくそう、確かに。こいつさ、マツコ・デラックスにめっちゃ似てへん？すげえ似てると思うわ。どんなつもりで似てないんだけど。全然似てないんだけど。眼科行った方がええで、ほんなら。ちょっと視力悪いかもしれへん。病院似てないよね。ねえ、待って、オリーカから来てるの。違う、バデヒーナから来てる。あれ、アオリーナの可愛い顔はコラボしなくてもう見れんねんって。黙れ。とりあえず聞け、お前。話聞け。はい、これ見てく。うん。イカステンのを買ってきた。ね。瀬戸内レモン味も買ってきた。ね。カキイカも買ってきたよ。いや、どんだけイカ好きなんだよ。合計1000円以上かかった。俺はこの戦いに勝たなきゃ元取れないんじゃ。頼むわ。視聴者のみんな。一回だけでいいから勝たせてくれ、ほんまに。ずっとこいつの笑った顔みたいな。ゆうちょろ愛してる、ありがとう。ヒデさん、バラありがとう。エスパーのウィンターっぽい。嬉しい。大好きです、ウィンター。お見ろ。バラありがとう。俺が TikTok リバースもらったとき、こんなに明るい笑顔してたんや。な。今見て。もう、今こんな顔俺、ほんまに。こんな顔マジで。いっつもこんな顔やねん。こっちの方が俺、毎回そのバッ。いいよね。こっちの方がいいわけないやろが、お前。ボノボです。あの、アオリカさんってあの彼氏いるんですかとか聞くぜ、こいつ。やべえから。知能指数低いから。俺、知能指数高いからそういうこと聞きません。なぜなら別に興味がないから。もっと可愛い子が世の中に山ほどいるからです。モグラでしょって書かれてる。ねえ。モグラが頑張って地中に出てきて明るいところでバトルしてんねん。優しくしてくれ。頼むわ。あー、コタンバリさん、ドーナツありがとう。泥仕合です、皆さん。お願いします。1200。待って、泥仕合です。こんなにレベルが低かったら、ライオン一発、もしくは TikTok リバース。1200コインか。みんな、1200コインいけ !1200 コインいってくれたらマジで盛り上がるぞ。キムパーコインのアイテムをドーンって殴ったら、一発で決めれます。ジュン、ナイス、ありがとう。ありがとう、顔文字さん。みんなありがとう。ナイス。ありがとう、やばい、ドーナツありがとう、ポポポありがとう、みんな行こう、絶対ドーナツありがとう、ピーカルもありがとう、やばいぞ、あと5本、あと6秒、頼む、1200コイン以上、みんな、マジでお願い、これで勝ちたい、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 ナイスみんな、そう一郎、花火、ナイス、ありがとう、キムパンマン、クラナイス、せーの、グミグミ、グミグミ、グミベアポ、ナイス、ありがとうございます、みんな、ね、2倍、2倍、グミ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 ビラパーやめてーキャピーンモノマネしたったわ。魔法にかけたやつピチンプイ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 恋の魔法にかかった。フォローしていいですか？もちろんです。グミかわいい。フォローしなくていいよ。モグラ撮らせてみてください。あ、モグラオッケーオッケー。ちょっとあの、その奥のやつ走ってもらえます？なんで走らないの？ふざけんなよ。なんでやるよ。なんで俺走らせ、俺だけカロリーの消費量多いって毎回言ってるやろ、お前。しんどいねんって、普通に。あ、よかったよ。誰やガンギマリアと飲んで言ってるやつ。こっちのコメント W の。WWW。ありがとうな。おい、ガンギマリアク飲むため、違う、ガンギマリアク飲むためにあの金貨の雨が必要やから、みんな頼むぜ。みんなガンギマリさせたらあかんよ。ガンギマリさせてくれ。やめよ。このポイント差はマジでなんかスピードカーとかでマジで逆転できるから、残り3秒でもうやったってくれ。もう一回見たら完全におじさんって書かれてる。やかましいわ。靴下まで見えた。やかましいわ。すっごい見てるよ、みんな。こわ、もう一回言っとくけど、俺一回も勝てへんかったら、明日のライブ俺アオリーナと対戦しません。一人で8000人に見てもらいます。分かってるか、みんな。
頼むぜ、ほんまに頼む。あ、アオリーナ問題です。これが解けたら TikTok ユニバース投げてあげます。どうぞ。大嘘。はーい、はーい、もう一問やってあげようか、かわいそうやから。俺より早く解けたらマジであげるわ。いくぞ。はい、マジガチガチガチ、これ絶対解けるぞ。まだまだまだ、あと3問チャンスあげる。はい、来い来い来い、残り1問。はい、これラスト1問しよう。俺の勝ちだ。おい、あと8秒、あと残り3秒ぐらいで3.5秒ぐらいで負けてくれたら勝てる。いけ、みんないける、みんないける、頼む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 。いやー、何この泥棒。ありがとう、みんなありがとう。おい、1100人おってそんくらいか、お前ら寝てんのけ。起きろ、頼むわ。泥試合やんけ。やっぱ私のリスナーさんって強いよね。みんなありがとう。モグラ走ってこいって書いてる。リセット余裕やなって。じゃあ読みます。リセットしよう。1位宗一郎、ありがとう。2位カオジさん、ありがとうございます。3位キムパンマ、4位からコタンバリン、ユーチョロ、ヒデさん、エイジュ、ツッパリ、ノビタ、ボウフミさん、ありがとう。みんなナイス、マジありがとう。すごすぎて、さすがっす。みんなもう相手計算しかできないんだよ、所詮。大丈夫大丈夫、勝てる勝てる。お前モデルしかできへんのに喋んなよ。はい、じゃあ感謝します。お、0605、アスカさん1位だね。カメさんもありがとう。ベイビーローさんもありがとう。KT さんもありがとう。ポーポポいつもありがとう。 K39 さんもありがとう。セースコ久しぶり、もっちゃん久しぶり、タツヨッポ6位さんありがとう。ヒュゴボーもみんなありがとう。もう2回負けてますけど、どうされます？お前さっきも言ったけど、俺が1回も勝てなかったらライブ配信明日一緒にできないんだぞ。お前収入減るね。まあ全然私はいいですけど。え、なんか言った今。いや、いいですよ別に。ちょっとマネージャーと相談して。ちょっとお前黙っとけ、マネージャーと相談するから。絶対やりたいだけやろな。なあ、みんな別に私一人でもいいよな。なあ、みんな一人の配信でも見てくれるよな。No. はい、マネージャーとの相談終わりました。次で、まあまあどうせ、まあ俺が負けても勝っても君の勝ちだ。だが俺が1回でも勝てたら明日もライブ配信一緒にしてやるよ。けど3連敗したらもう俺は明日は君とは絶対に配信しない。それでいいか？もう全然いいよ。視聴者少ないな。俺以外と対戦して金稼げんの？稼げへんやろ、視聴者も少ないし。いや全然、私プロソロさん以外にも仲いい配信者いるんで大丈夫。オッケー、ゼニゲバ頑張れや。金のために TikTok やっとけ。俺はみんなの笑顔のためだけにやってるから、別に負けてもそれでいいんだよ。どうもみんな、まあ、負けてるのにさ、めっちゃ上から来るよな。いや、上からじゃねえじゃん。てか、俺の方が年上なんだから上から行って何が悪いんだよ。は？明日も見たいから負けてくれって書かれてる。天才や、お前ら。そうでしょ？俺とアオリーナの配信が一番盛り上がって一番視聴者増えんねん。確かにお前は他のやつとコラボすると金は稼げるかもしれん。でも視聴者の笑顔は守れてないぞ。それについて語れ。早く喋れや、変顔してるんやから俺。半々やな、みんな。ああ、マジで眠いから寝ようぜって言ってるやつおる。ふざけんな。正論、わらって言われてる。左かわいい。あ、俺なんでやねん。リスナーが金持ちなだけ説って書いてあるで。お前よかったな、視聴者少ないけど。はっ、付き合ってねえよ。なんでこんなやつと付き合わなきゃいけねえの。ふざけんなよ、絶対嫌だわ。もう一回モグラが走ったらやろ。リセットさん、モグラちょっと声下げてくれ。俺の声がでかすぎる。お前がもっとハテナじゃん。モグラの声でかくてアオリーナの声聞けないから右側だけミュートした。なんでやねん。コラボ配信の意味をなさないじゃないかそれ。いや、さっき実際それがあって、
あ、そうなの。ウクライナ人のお母さんと小さい男の子が2人でやってて、男の子があまりにもレッツコーレッツコーって連呼しすぎて、私の声全部かき消されて何にも聞こえなかった5分間みんなにで勝てたの、それ勝てたね、勝ちましたねそう、まあ勝てたやったらええやんかやっぱさなあみんな勝てたらええ。あ、じゃあ一回聞け、じゃあ俺がなんや、一回じゃあもう罰ゲームで走るからもう一回させてくれ。でも次の戦い俺が負けたらもうお前ら分かってんな、アオリーナと俺の面白マジで最高な配信見れなくなるぜ。いいんやな、一人の夜過ごしとけ。はい、じゃあ対戦開始して、始まった瞬間俺走ったるわ。来い、お前らの実力見せたれこいつに。みんな行くぞ、勝負中走り続けて。いや多分走ってた方がね、多分応援されると思うな、みんな。走った方がなんで？走った方が応援される。ほんまに言うてる？じゃあ走って負けたらお前罰ゲームしろよ。愛してるよって俺にまた言えよ。じゃあ、いや言わない言わない、それはおかしい。さあ後付け、それはおかしいわお前。だから身削れって、俺身削りまくってから、もうほんまアホみたいに走ったら痩せちゃうって心配の声がありますけど誰がデブやねん、やかましいわええやんけ別に、好きで太ってるわけじゃないんだよ、たまたまこういう体型になってたんだよ、気づいたらな、飯食い。おい、ちょ、ヨガ何時間くらい頑張っとるんか聞かせてくれや。俺も痩せたいわ。お前体重軽いやろ。俺の肉あげたるわ、着払いで。いらない、いらない、いらない。いや、1日1時間しかやってないわ。1時間すごいやってんな、お前。こうやってる。BMI なんぼじゃ。あ、待って、ごめんなさい。BMI はちょっとわかんない。どうやって測んの？ちょっと、アオリーがフォロワー買ってるよ。何？買ってない買ってない、私本当に一回も買ったことないよ、動画消してるだけだよ。ヨガ痩せます、ヨガ痩せます、私本当にね、あの動画じゃないや、インスタも TikTok も一回も買ったことないから、みんなにインサイト見せれますよ。あ、そうな、まあどうでもいいけど、はあ、まあ、そういうのやってもらえます？そういうのってどういうの、質問してるだけだ。そういうなんかそういうコメント見てもらえます？お前なんか今日食いました？今日スタバ食べました。スタバ。スタバって飲み物じゃなくて食べれるもん、ね、飲み物じゃねえやろ普通。スタバ食べたってなんかゴジラですかみたいな。ガーって店舗ごと言ってるイメージがしますけど。どういうこと？え、なんかメロンがおすすめされてみんなに。え、メロン単体でこうやってドーンちゃうやんな。メロン糖とやつだよね。あ、そう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 。お前ちゃんと日本語分かりやすく喋れや、国語の勉強し直せマジで。小学校1年生から誕生日ケーキありがとう。やばいよ、泥仕合になってるよ。スタバにも食べ物あるって。そう、食べ物あるやん。食べ物を食べたの今日？そう、あの YouTube を撮ってたから、それで案件食べた。いや案件じゃない、 YouTube は自分でやってる。待てー、金太の雨がバーやばい、やばい、みんなガンギマリ飲んじゃう、ガンギマリ飲んじゃう、ガンギマリ飲んじゃう、ガンギマリ飲んじゃう。マサさん、ごありがとう、マサさん、マイカー、マサイカー、さあ行くぜ、マー君、フラッシュアンダー見とけ、マー君、負けたらあかんね、1回負けてて、あと1回負けたら明日こいつとライブ配信しません、マー君の、マー君が俺の運命を変えるんだ、ピンクの雨がバラバラ、誰が来るのか今、マー君、ピンクの雨がやばいね、ありがとう、カメラ、カメラさん、ありがとう、 TikTok もありがとう、リセットおじさんは使えるのに、マー君、マー君、マー君、うまいね、ありがとう、モグラの声で、マー君、君に決めて、ピンクの雨がバラバラ、マー君、日本人、決して捕まえることのできない、おい、もうからウクライナ人並みに声出る、今だけは悲しい歌、マー君聞いてる、地獄、 I love you、 あと2問で合格だ、マー君、頑張ろう、あと1分、最後の10秒で泳ぎよう、ラスト10秒で泳ぎよう、あと、あ、スタバ行ったことないんだ、なるほどね、もぐらさん、あと1問で合格だ、MVP!
わき汗の雨でびちょびちょって書かれてる。やかましいわ。うまいこと言うな。金貨の雨がパラパラ9863。これ合ってたらマーク結婚しような。パッツー。パパパパーン。みんな頼む、最後。マーク。マジ頼む。ありがとうございます。みんな助けて。マーク天才マイク行きます。いただきます。マーク投げながら愛しー。マーク行けよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ほんまにありがとう。何が怒られてるの？ナイス。お城に。お城に。なんなんマジで。ありがとうピオちゃん。マジでありがとう。おか、おい早く喋れお前、感謝しよう。次は普通に行きます。1位、ピオちゃん、お城ありがとう、ほんまにありがとうございます。そして2位、ナチありがとう。3位、ウマさんありがとうございます。4位からコウセイさん、カメ、ヒデさん、千原ジュニア、ウイコさん、ミューピーママ、ユウキさん、みんなトップもありがとうございます。本当にありがとう。待って、ピオちゃんありがとう。マジでありがとう。あ、お前喋んなよ。マー君が天界もありがとう。マッ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 。ありがとうな。ミミさんも最後、金貨の雨は本当にありがとうな。ヨウタ、エビ、K39、K、セツコ、またありがとう、ダンゴ、アホホホホドリ、ポーポも、みんなありがとうな。はい。ちょっと待って、さっきの、ライオン投げてくれた方が、今、お城投げてくれたんだけど、やばすぎやん。うん、魔法解いてもらえますか？本当にすいません。本当に解きます。解きます、解きます。はい。いきます。ラブリーナビーム、ピオちゃんの魔法を解いちゃうぞ。えい。金返せ。代弁してやったわ。お城とライオン送った気持ち。やばいやばい。てんてんてんになってる。やばいやばい。ほら。マジごめんマジごめん。本当にごめん。本当にごめん。謝るんやったら最初から応援しなければよかったんだ。俺を応援していれば非常に楽しい配信になったはずなんだ。でもこいつばっかり勝ってるだろ。視聴者のみんな、それで面白いか。俺の視聴者1300人、向こうの視聴者何人や。382人や。だからなんで増えてんだ、お前ふざけんな。視聴者泥棒、峰藤子かお前。ルパンやないかよ俺これ。みんな、なんでそんな走ってほしいの。体力の限界に近い。ふざけんなよマジで、クソ。つか今日は警告出てない？全く出てない多分な。うん、俺のこのやっぱお笑いのセンスに運営もちゃんと気づいたというか、まあ、うん、大丈夫だわ。心配してくれてありがとうな。もう、まあ、っていうことで明日はコラボなしっていうことになったけど、じゃあお前黙っとけ、一回マネージャーに確認する。いや、どうも、絶対やりたいだけだよな、あれ。絶対コラボしたいだけ、自分からコラボしないとか言っといてさ。なあ、みんな。アオリーナが滑って恥ずかしいから、モグラさんが穴掘ってるみたい。いや、マジでごめんなさい。え、ピオちゃん、マジでごめんなさい。本当はもうちょっと磨いてきます。すいません。ちょっと、ゲームが止まった。あ、お前ちょっと喋んなよ。皆さん、ここに、ガンニワリ薬っていうのがあったんですけども、今夜、新しい、ドリンク用意しました。その名も、うん、ガンギバリドリンク。あ、ちょっと今準備中やからお前ちょっと黙って待っとけ。工作してんね。向、うんうん、こうの成績5段階評価で1やったやつが今工作してるから、ちょっと待ってくれ、ちょっと時間かかってるからちょっと待っとけよ。うん、
まあ、ガンギマリドリンクが戦いの途中に多分来るであろう。まあ、泣きの一回してやってもいいけど、お前さ、昨日なんか俺、節子から聞いたけどさ、最後はプロソロがいいって言って、その後のなんか、コラボ以来断ったらしいな。いや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 、そんなのは作り話ですけど。嘘？節子嘘つかへんけどね。まあコラボはしてないですけど、別にそういう意図があってそうしたわけじゃないですけど。どういうことや？俺とコラボした方が楽しいからか。あ？いやもう昨日はみんなね、ちょっと本当にもう脇汗が無理すぎてもうトラウマだったんでそのまま出ましたけど。多分ごめん、ほんまに脇汗のせいだと思う昨日は。マジでね。多分警告出たん。うん。マジでびっくりした。あんなに脇汗ってそのいじめと話す。脇汗で警告は見たことないけどな。いやびっくりしたけど、うん、まあ結局カラオケ配信みたいに違反にはなってなかったからええのよ。ストライクはついてない、大丈夫、うん、まあ、だからバンされることはない、うん、はあ、でどうすんねん、もう一回やってやってもいいけど、もう俺疲れたし眠いんやけど、お前本当に明日俺とコラボせんでええんか。マジで言うとくけど仮想配信になるで。ライオンとかお前 TikTok ユニバースとか戦いの時しかもらえへんやろお前な。ほしんちゃん、あ、まあでもその分他の人たちといっぱい配信できるけどね。ガンガンワビがバラバラ、今やめとけよ、後のバトルで頼むつってんの、お前が早く聞いてんだかこら。ムヌさん、ムヌさんじゃない、全然違う人。あ、ムヌさんじゃない。したいなら素直に言えばいいのにだよね。モグラツンデレだな。黙れ。おいちょっとシラフの状態じゃ無理なのに、ちょっとガンギバレーキを飲んでからちょっと思い伝えるから。あ、実に面白いこの薬。アオリーナちゃん聞こえてる？29歳のイケメンが喋ってる内容聞こえてる？もう一回配信してみないか？いいとも！はい、ありがとうございます。まあ、ムカつく顔してるわ、こいつ。もう一回って言っても、またね、どうせ負けるだけだよね、みんな。もう僕が。俺が。ああ！お前らオートバイ！見えますか、これ？なんだっけ？オートバイしたろ！ついに来ました！ガンギマリドリンク！行きますから。頼むぜ。これは、もうやばいっす。俺多分な、ずっと走り出すわ。ずっと走り出す。オートバイよりも速いスピードでね。何、しらけた顔してんねん、お前。ゴキブリ見るような目で見るなっつってるやろ、やめろ、お前。毎回。ズッキンねん。いやいやいや。下げすんだ目で。なんかしてんのって。なんかしてんな、ちゃうねん。ほんま頼むわ。誰や健康になったら困るわって言ってるやつ。盗んだバイクで走り出すちゃうねん。レイさん、キュンキュン。枯れるまで走ってくれ。対戦中ずっと走ってや。死ぬ死ぬ死ぬ。もう体力限界。タップしてくれ。ここタップ3回目で、ポイに反映されるから。頼むよ、みんな。マジで。これ以上元気になられたら警告来る。そうなの、みんな。だからダメなんだって。そんなことないわ。もっと元気になる。ゴキジェットかけてきます。おいしいな。アイスクリーム、ブルルル、おいしいな。踊ってない計算機を知らない。はい、踊ってない計算機が気に入らないわけがない。、うん、ありがとうな。健康配信、健康配信。アイスクリーム、ブルルル、おいしいな。不健康女ですか、あなたは。健康男ですけど、こっちは、はい、真逆でしょうが。何言ってんねん、お前。スピードチャレンジ来るみたいだよ、みんな。リーダー、まあ、ケンタケン走り出す、ハッピー。おい、センキューなお前。おいしいな。9人9人お願いします。ありがとう。はい、30秒で9人。キムパンマン、クロー。俺これ正解したら頼むよ、みんな。ほんまに頼む。グミ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 ベアポ、ありがとう。ナイス、まあ、ありがとう、みんな。なんなん、グミのやつ。あと1人、あと1人。じゃあチャレンジ完了、ありがとう、みんな。めっちゃありがとう。こっから2倍のギフトポイントが始まるから、こっからオートバイとかライオンとか行ったら絶対勝てるから。タップもね、反映する、ここにタップしてください。なんだ今の、決まるって感じ。決まる。ひなちゃん来てくれてありがとう。
張れバラー。ありがとう。ウッディー、こんばんは。ブラーミラー、頼む。僕らは愛の花咲か、あと3秒、あと2秒、あと1秒、いけ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 、ありがとう。なんかいけるぞ。ラスありがとう。ベイビーローズありがとう。ラスありがとう。プロソロのマネージャーおもろいって当たり前やろ。マネージャー親友兼マネージャー。お前マネージャーとかおらんやろ。友達少なそうやし。おるんけなあ。マネージャーおるよ。えいるマジ。マネージャーおる。何だれ。あー今日も頑張って、ありがとう。あ、もう聞こえなかった。聞こえなかった。ごほう天才だ、お前お願いします。これみんなさ、勝てるぞ、これ。アオリーナのファン全員もう貧乏人や。もう金なくなったや、お前。路上生活楽しめ、せいぜい。なあ、俺ちゃんとソロバンの先生月50万稼いでんの。お前モデルで何円稼いでるか言うてみ。どうせ言えねえだろ、恥ずかしくてな。俺が勝てたら明日もこいつとライブ共同でやってやる。でも俺が負けたらもう絶対に明日しない。いやもうしないかもな。レコードありがとう。ナイスありがとう。謝って、なぜ見えない。ユナポヨしか使え、ん、最後の10秒で3万が、相手に行くのが目に見えてる。そんな言うなお前。中山きんに君です。もっと言ったれって。ヒデさんバーありがとう。ナイス。貧乏に貧乏にあ、それあかんか、ごめん、すいません。上の皆さんごめんなさい、自分に対して言いました。バタフライ、今日は今までのやるじゃなくて、したいからやるって停止しろ。本当だよな、さっきのルールでさ、私が勝ったらやらないってルールだとさ、なんでなんだろうね。みんな何食べてんねん。お前声小さいから聞こえへんわ。もう一回よろしく頼むわ。なんてな、みんな、なんて言った今とんでもないけど、ナッチありがとう。ティルチです。やばいぞ。あと10秒。ビーありがとう。頼む頼む。いけいけいけ。勝ちたい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 。いけ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 。さあ。間に合わなかったかな。ずっとさんありがとう。サンゴ。サンゴバカありがとう。おいしい。はよ喋るっつってんねんお前。増えてる。早く喋れっつってんねんお前。一、ナチありがとう。二、ZZZ さん間に合わんかった、ごめん、ありがとうございます。そしてユーザー419393ありがとう。キムパンマ、ユーチュロ、のび太、ヒデさん、ラッキョ、エイジュ、ケイさん、みんなありがとう。ほんまにありがとう。明日もコラボか。おやめ、あんにゃせよ。久々に勝てたみんな、ありがとう。感謝するから、お前絶対喋んなよ。ポーポポー、ほんとに、うん、ありがとうな。ポーポポのおかげで今日は勝てた。リーさんも初めましてかな、ありがとうな。黒猫氏、うん、ありがとう。ランさんありがとう。エビチャンネルありがとう。有明海ありがとう。計算機ありがとう。レイス君ありがとう。ベイビーローンありがとう。ポチさんもありがとう。スクショしとこお前避けんの遅いから毎回スクショちゃんとできてんねん。ちょ、トリマプロソロマゲザが今の気分言え。視聴者数もバトルでも負けた今の気分言え。トータルで勝ってるから別にです。あ、すいません、今ちょっと俺寝てたんで何言ってんか分かんなかったんですけど、まあね、勝った俺に頭おかしいの治る魔法かけるやあ、じゃあ一回聞いて、あ、ぶべ、ありがとう。もう一回言う、ちょっと今笑っちゃったからごめん、今の出してなんかカンペ見てるやろ、絶対カンペ見てるか、未来見てんねん、未来見てるから。ちょっと待て、行くぞ。お、勝った俺に頭おかしいの治る魔法かけろやえ、これに関して言っていい？これ見えるカンペ書いてもらったんじゃん、俺頭おかしいから、ありがとう。ちょっとこれに関してはうん、
魔法じゃ治らない。もう聞く魔法ないんだけど。無理だよ。ほんまもんの薬持ってこい、ほんなら。ほんまもん、ラムネじゃなくて。これは治らないよな、みんな。もう無理だよ。ふざけんな、お前。お前、カウンターパンチ重すぎるやろ。おもろい答えしていくんだって、お前。ふざけんなよ。マネージャーさん、まあ、結局なんや、マネージャーさんめっちゃ仕事してんな。うん、お前のマネージャー今寝てるやろどうせ。いや TikTok に関してはマネージャーしてないから。してないじゃなくておらんって言えや。俺おるけどな。うん、だからおもろいね。お前分かってるか、これがお前と俺の違い。バラ、うん、ありがとうな。動物病院行かないとモグラは。でかすぎるやろ、動物にしては。クマぐらいあるで、俺。なあ。モグラより体重重いね、お前。モグラ何キロくらい、何キロくらいやろ、俺。88キロ。モグラ44カ面モグったのか、お前。モグラのエフェクト外して。土、モグ、土掘ってこうやって上から、ぐわー行ったのか、お前の部屋まで。こんにちは言うたろうか、お前。ほんで、いつも使ってるあの、さっきの魔法のついて、お前、俺の頭しばきゃ一回。治るわ、そしたら。頭。いった、やめろや。あ、治りました。はい、ちょっと今すっごい痛かったんですけど、なんか今までの言動がすべてまあ、失礼に値したかなって思ったんで、今後敬語で喋っていきたいと思います。あ、ちょっとそれは困るんで。あ、お前ふざけんな。なんか出たわ。警告出る、警告出る。危なかった、すまんな。おい、結局最後俺勝ったから今日俺の勝ちじゃ。は？当たり前やろ。最後に勝ったやつが今日の勝者じゃ。何対何とかじゃないねん、お前。おい、誰がよだれって言ったんや。やめろ。やめろ、やめろ、やめろ！計画続けろ、やめろっつってんだろ、お前ら、ふざけんなよ！よだれだらりーな。通報だけはちょっとかわいそうだからさ。よだれだらりーなって言ったの。あれ？よだれだらりーな。おい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 、こっちにまで飛び火すな。脇役はよだれやめろって、もうほんまやばいって。それじゃまずすくみずの次に言ったらあかんから、またこいつ炎上する。やめてくれほんまに。なんや、ちょっとまた俺と喋りたいんけ。お前いつもバトル終わった後になんか寂しそうな顔しやがって。彼氏おらんとバレる。いやもう今すぐに切りたい。は、今すぐに切りたいっすよ。今すぐに切りたい。早寝たいんか、お前。いや、みんなと喋りたいもんね。喋りたいな。とりあえずドリンク飲もうって言われてるわ。でも、オートバイが来ないと飲めないな、これね。うん。告白ゲームが見たいなって。は？俺なんでこんなやつに告白せなあかんの？橋本環奈に告白せなあかん。なんでされなきゃあかんの？だから、お前だから告白せんから安心しろって言ってんねん、お前。ふざけんなよ。読み上げ算して。読み上げ算しようかな、どうしようかな。後ろの人誰？ああ、アオリイカがいた！ああ！モグラはバイク乗れんからダメだそうです。いや、バイク乗れるわ。運転免許持ってんねん。この状況から入れる保険ってありますか？おい、滑ってるぞ！マネージャー仕事しろ！俺が考えた方がウケる場合があるやろ。なあ、お前ずるいな。マネージャーのそりゃ勝てないわ、面白さで。うん、面白さも脳みそ使ってバトルもって勝てへんけど、頭良すぎだろ。え、なんてなんて、二人目の脳みそでかかってこられてるな、さすがに勝てないわ。うん、だって二人ともこうなられてるんだろ。やっぱ中卒のお前と違うから。うん、高校も出てないでしょ、どうせ。出てるけどね、体ばっか動かして頭全く動かせないでしょ。頭の体操しようか。はい、37+63は100から97引いて3、それプラス8649は8650、待って、2。お、正解。あ、ちょっと俺話あるからちょっと聞いてる。ちょっと大事な話があって、うん、ちょっと真剣に聞いてほしいんだけど、うん、
台所で台所で脇汗絞ってくるから待っとけや。ああ絞れるんだ、へえ、カンペ見てるねみんな、ずるいよねあっち。ちょっとずるいんだけどな、今すぐモグラック入って待ってこっちの方がおもろいやんけ、モグラックの方がおもろいやんけ、みんなモグラックで行こう。ラーメンありがとう、ありがとうありがとう、ルナちゃんおやすみ、ありがとうございます。はい、ギフトセレクト3分用意ドン、残り3分以内にオートバイが来たら12時半まで俺はこの女と配信してやる、でも俺はこいつに死ぬほど負けたから2回もダンス踊らなきゃいけない、明日も仕事なのに忙しいのにニートに付き合わされてさ、でもみんなが3分以内にオートバイ送ってくれたらこれ決まるぜ、オートバイなかったらそのまま終わる、みんなオートバイ投げなくていいよ、そしたらすぐ終了だから、投げて投げて、こっちにオートバイ、こっちにオートバイってこと、あこっちにオートバイ、お前なんかバイクの近くねえから免許持ってないだろお前今日のライブで好きになりました、 ありがとう、ありがとうございます、モグライダーって言われてるよ、モグライダーモグパンマンモグライなんて、モグライマン、モグライダー、モグライダー知ってるよ、 M1 グランプリ決勝で見た、モグパンマン、おもんないわ、モグラの飼育員お疲れ様ですって、 ありがとうございます、分かってくれる方いるんですね、餌足りてないぞ、いやモグラの餌ないやつや、いっぱいあるやんか用意してるけど、あれ餌じゃない、モグラの主食何かって答えてみろ、お前分からんやろ、モグラモグラ言うけど、みんなみんなモグラの主食何、モグラの主食だ、中卒、モグラの飼育配信、モグラの飯イカやろって書いてあった、イカミミズ、ミミズミミズ、うん、そんなん常識やからお前知っとけ、ちょっと待ってな、今日のライブでモグラになりました、なんでやねんお前、意味わからんから餃子モグラって、ね、向こう視聴者500人やお前ふざけんなって、だからなんで増えてんねん毎回、あと1分9秒、あチョロプーとコラボしてますか、そうなんです、今日チョロプーコラボなんですよね、ぜひあの見に来てください、またえまたこの後もライブあんの、急ぎやったら切るけど、いや違う、今チョロプーとコラボしてるから、うんそう、今日の配信の後も、まあ、またチョロプーとのコラボ見てねって、あチョロプーと配信してたのさっきまで、いやあなたがチョロプーですよ、チョロプーってモグラのキャラクターですよ、違うわそんな、なんやそれ、また新しいあだ名つけるねおめー、ふざけんねー、みんなさっきさミミズ知らなくてバカにしてきたくせにチョロップ知らないんだって、どうもこれでバカに、ジョーゲームのキャラクター一緒にすな、チンパンジーがはチンパンジーって言われたくないんだけど、このぐらい、待てよ俺、これこれ誰や、芸能人クイズバーベン、誰やこれ、指原莉乃、うわ天才か、はいこれ泉ピン子、はい、これわかんないあぶね、違反になりそうな言葉を発しそうになった、ボノボですかあなた、チンパンジーですか、オラウータンですか、斉藤飛鳥ちゃんでーす、私日本のアイドルわかんないよ、日本人やのにわからんわからん、日本人やのにわかんないですね、あごめんみんな書いてくれてた、ごめん、ありがとう、そうなんだ、まあ、じゃあまあ残念ながらオートバイが来なかったので、あのちょっと俺からちょっと一言言わせてもらいます、今からダンスを撮ってすぐ上げるからみんないいねしてくれよな、あーと脇汗臭すぎて空気清浄機の光ったらクランプついてんねん、ふざけんなよ、なんて言ったかわからんのちゃん聞こえた今、もう笑いすぎてもうあかんわ、聞こえてる聞こえてる聞こえてる、笑え、いやいやいや、みんな、みんなは笑ってる。まあ、やや受け、やや受け。やめろ。俺のあの、昨日のあれ面白かったやろ。告白のくだり面白かったやろ。あの、ガラガラ、鳥ガラガラ、違う、ガラガラ、鳥ガラガラ、あ、黒板消し、あー、えぐいてーな、あれ面白かったやろ。あれ笑ってた。それ、
そのまた警告出るんちゃう？いや、警告出んかった。多分もう500いいねぐらいついてるわ、それ。動画であげたけど、お前が。俺とのこの楽しいライブを切り取って動画あげとけ、お前。そうするとファン増えるぞ。言うとけど、お前の一人の配信誰も見てへんからな。今俺1000人見てるわ。お前に視聴者奪われてるけど。うん。所詮100人いるかどうかでしょ？うん。金だけ視聴者からむしり取ってさ、は？それで生活できて満足か、お前。うん、マジで聞くけど。嬉しいか、それで。嬉しくないわ。嬉しくないよね！じゃあもっと頑張れや。はい、頑張ります。あれ、あんま煽ってこんくなりましたが、わかりました。じゃあ元気にしててね。早く寝ないと風邪ひくからね、みーなちゃん、またね。ポポポ、ガヤガーポポポ。というわけで、あげとくわ。マジありがとう、みんな。空気が新鮮。疲れたなって、疲れたな、ほんとマジで疲れるわ。モグライブ、モグライブ言えない。モグライブ、俺の方が疲れてるわ。ほう、シートも買ってんのにさ、しゃべんなお前。やってもらえないんだろうね、罰ゲーム。ちょっと意味が分からない。黙れや。いい空気だった、愉快なモグライブ。マジで本当に、まあ、確かに確かにね、確かにね、視聴者を、まあ、奪い取ってるっていうのは確かに申し訳ないです。もっと謝れ。はい、それに関してはちょっと何も言えないので、ちょっとダンス見たいよね、みんな。ダンス見たいよね。初見です、その例のモグラさんから。モグラから来てくれてありがとうございます。エビアンさんとバトル今日してない。身長156センチ。え、これを？これを見てんの？ギフトにあったダイヤ消えたんだけど、なぜ？どういうこと、どういうこと？モグラよりこっちの方がいいって、ありがとう。黙れ！ちょっとやめて、お前。黙れ、お前。そうやってさ、配信で他の配信垂れ流すのよくないと思うんだけど。地中配信？地中配信？早くくれ、配信！今日何勝何敗？え、私、ほとんど勝ったよね。俺が全部勝ったよ、お前喋んな！勝ってんのに、いつもさ罰ゲームしてもらえなくて、向こうから途中からさ、なんか罰ゲームこれがこれがとか言ってさ、うるせえ！言い直すとまた炎上しちゃうからさ。お前、あの炎上自分に火つけすぎや。お前ふざけんじゃん。腹立つわ。こっちが腹立つわ。丸坊主にしていこう、お前。そろばんさん見ない。おい、見せるな見せるな。見せるんじゃないよ、ほんとに。モグラライブにいたら可愛い子見つけ、ありがとう。うん、脇汗配信より絶対こっちがいいよ。誰が脇汗じゃこれ。脇汗書いてないわ。最初やらなくていいっていう約束だったのにさ、途中からさ変わったんだけど。こいつマジくせえわ。モグラ本気だし、何が本気なの。モグラ叩きで僕みんなもう次もうボッコボコにしよう、本当に。もうくっさこいつ、もう喋れないぐらいボコボコにしたろ一回。サドワンプレイヤーさん見て、もう見てていいよ、見てていいよ。何この小顔矯正したるからな。うわ、気持ち悪い。あ、リョマありがとう、またね。ヒロさん、バラありがとう、可愛いからガチンだ、ありがとう、ありがとうございます。目薄めるの好き。いやいやいや、あれを全部開いて見てたらちょっと大変なことになっちゃう。あんなもううわはーとかいうやつを。やめて！歯列矯正、歯列矯正いるか。歯の白さじゃないの、みんな気になってんの。いつから配信、いつからかな、1週間前ぐらいかな。モグラ、なんで私さ飼育員が監視されてんのね。モグラに聞くけどさ、なんで飼育員の配信を今モグラが見てんの。マネージャーの有能な判断じゃ、ボケが。なんで、あ、ボケとか言ったか。ごめん、運営の皆さんすいません。ずっと画面映すな、映すな。早く終われ配信。映すな。目薄める引き側に毎回つぼって、ありがとうございます。昨日もしてた。リセモグラット、何リセモグラット。リセモグラット、うまい。アオリーナ可愛いな、一段とか。あ、ずっと見てる。あ、じゃあずっと見てるならさ、ちょっとさ
ちょっとモグラ以外の人とコラボしちゃおうよみんな。おそれでさ、なんかもう友達いるよって示そう。ドロジエ始まるぞ、お前ら。ここに来てくれみんな。絶対こいつが配信に来い。さてさて、僕しようかな。めっちゃイケメンやん。あれ、今日はもう終わり？いやいやいや、ボコられませんよ。行きましょうか今。はい、行きましょう。あの今コレコレちゃんに申請送って、あのめっちゃアンチ来てる。え、なんでなんで。え、コレコレさんやってるの？いや、やっててなんか 1. 何万人とかおったから、早くサーブしろお前ら。2回目で許可してくれたけど全然見てくれなくて、全然見えなくて、なんか楽、みんな見えてたらしいけど。1回つながった。今からダンス動画撮るからこの配信終わります。またみんな会おうな。頭抜くペン言っちゃってますから、どうもありがとうございました。バイバーイ。